はい、どうも3104さとしです。今回10面相を歌わせていただきます。よろしくお願いします。最初は私はおとなしい娘、今夜は得た感情を閉ざす新しい人格作り上げ、私たちの感情は入れ替わる。さあ受け入れたくない記憶を読む別の人格と見出し、他人が飛ぶように振る舞いろ。そうやって自分を守ったなら記憶の共有はされないはず。互いの存在を知らない。急時が流れ流れ、今は十人の人格がここにいた。私の中の住人が同じ男に恋をした。皆みんな報われぬまま、男の答えは君の中の一人だけを愛しましょう。人道が高なる私たちの謝るほどをさえつけて。あんまり歌ってみたらね、実況しないのね。私がね、ガラボだからですね。いや、もしかしたら君をまるで別人のようになって僕の元へ訪れる。その度に胸が締め付けられると同時に惹かれていった。でもね、君には言わねばならない。他の君にももう伝えたが、僕を一人の人しか愛せない。人格は一つしか選べない。私は登場人格、微笑んでいるのさ。私の胸キャ住人はみんなもう気がついてきた。自分の生まれた理由とは何か。一つの愛を手にすることが役目だ。もう終わってしまったね。さあ最後にみんなで笑いましょう。さよなら。おかえり、私は元の人よ。はい、そういうことでご視聴ありがとうございました。3104さとしでした。さよなら。